こんにちは。今日は初めてのエネチャージズのアイドリングストップその車借りてきました。いやー、この車俺びっくりしたわ。途中でさ、アルトだけど途中でエンジンぶっ壊れたと思った。信号で止まっと自然に止まんだね、エンジンね。そしてブレーキを離すとエンジンがかかる。何回もかかるのね。初めて。あんまりナンバーも見せないようですか。一応借り物の車だからさ。立派だね。逆光だな。見てこの湯木山。湯木山に来ております。おお、あれもついてんだね。ドラレコは。いやー、ふけーなー。おー、車来た。あんまり車はね、なんかスノーアタックの行くの？スノーアタックじゃなくてもこんな感じだよ、雪。これにまだ振られると大変だね。約1メーターかな。雪強いね、この車。ナンバーバッチリ映ってな。雪強い、最高だ。タイヤ何入ってんだ。あ、ブリヂストンか。なんか効くなと。ブリヂストンだね。ブリヂストンの、なんてかかってんの、どうだ？ブリザック、VRX。いいタイヤだ、これだ。バリバリ効く。いやー、この初めてのエネチャージ。中もさ、おしゃれだなー。これはいいよ。ただこれよ、これ。このエネチャージ。これ、ああ、止まってるときエンジンかかるんだ。走って、これじゃダメか、効かねえのか。まだエンジンかかりっぱなしだな。ああ、わからん。ずーっと走ってくと、あれか。ブレーキ、こうやって踏んでさ。こうやってエンジンかかるのね。あ、パーキングじゃねえな。パーキングにしてもあいつか。わかんねえな。だけど、あれだな。0.01 秒競う人には、ちょっとこれは、ダメな機能だな。まあ、燃費機能だからそういう人は買わねえとは思うけど。なんかやっぱ、感想としてはセルモーターそんなにモダンような気がする。俺みたいな走る人はどうだろうな。あんまりあれだな。走る人はいらねえかもしんないな。そもそもうんと走る人ってさ、長距離が短距離だよね。短距離の連続が長距離の人はいいと思うけど、短距離の人はちょっとこの機能はあんまりあれだな、おすすめできねえような気がする。なん何回もエンジンかかるも、信号で止まるたんびとかブレーキかけるたんびとか、止める機能ってねえんだよな。止める機能なんだこいつは。ごめん、つるつるトラクションコントロールがついてるこいつは。何こいつこれ何ぶつかんに、なんかぶつかるように、なんかなんだこの針みてえなの。合図がこう、なんだわかんねえ。ついてねえんだよね、これね。ほら、追従するやつ。後ろに。今、すごいな、軽でこんなのついてんのね。お、ヒーター。あ、R ってこれヒーターだよね。お、つくな。
へえ、やっぱあるといいな。あると買おうかな。こういうところの質感、ただのプラスチックだね。白いプラスチックだけど、インパクト度はインパクトとしてはいいのかな。でもなんだろうな、明るくない質感でいいかな。どっちがさ、こっちもただのプラスチックだね。パワーウィンドウついで、まあね、値段もね、大体わかんだ値段も。俺水持ってきて4ナンバーでもさ100万ぐらいだもん。そして俺はマニュアルで水持って、マニュアルの肉でね、そこで水持ってきても100万ぐらいだったな、4ナンバーで。とにかく俺は4ナンバーしかいらない人。これ4ナンバーだよね。これ5じゃねえよな。これ5じゃねえよね。あ、こいつ5か。ごめん、こいつ5だった。後ろ。ああ、これ。後ろもめちゃくちゃ広いなや。昔の軽度全然違う。で、この辺の、こう、後ろの、こう、なんつうか、こう、ね、質感もいいしね。マックス、あ、なんか、あ、こう、なんだこれ。こうなんか影のつけで使うな。これはね、長距離乗っても全然疲れない。後ろは、あ、後ろちょっと狭いな。後ろはちょっと、これはこう乗るタイプだもんな。バンじゃねえからな、仕方ねえんだ。だから自分の車の考えと、後ろの荷物つけとかが狭すぎるな。仕方ない、5ナンバーだから。で、ここさ、こう、重装着。これもいいね。ドアサつければ、狭くなるからね。そして、ここの厚さ。厚さもちょうどいいな、この。いい、すごくいい感じだな、これな。うん。中も押して結構静か。昔の軽度は違うな。天井。でもちょっとね、ここ邪魔だな、後ろ。あと首、これだ。首が何かあっていいね、ここさね、こう。まあそれはちょっと贅沢な話が。でも足元広くてよ、これ。今日あの自分の車、ブレーキ交換しようとしたのね。そしたらナットね、真ん中のナット外して、ドラムのカバー外そうとしたらカバーってのかな、すっとこね。そしたらギアプランが必要だってことになって、あ、これダメだっつってね、ほら友達が勤めてる、会社の方に行って、やってけろっつってきたの。そしてこの台車借りてきました。今日はじゃあ台車のインプレッションで終わりだね。ということで、ご視聴ありがとうございました。